演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちらドトールコーヒーのシナモンロールを食べたいと思います。これをずっと食べたいって思ってたんだけど、なかなか買えなかったんですよね。なんか違う商品が置いてあったりとか売り切れたりとか。こんな感じですね。以前のスターバックスのシナモンロールは結構美味しかったんですけど、これはどうなんだろう。ちょっと半分に割るのは無理ですね、やっぱこんなクリームが乗ってると。ではいただきます。これでレギュラーメニューが終了ですね。スターバックスのシナモンロールと比べるとシナモンの香りはそこまで強くはないですね。全体的に砂糖との融和を優先しているような印象です。ただ自分はもうちょっとシナモンを感じたかったので、こちらの点数とさせていただきました。上のシュガーコーティングも美味しかったですね。クリームといったのは間違いでした。訂正して終わりにしておきます。それではアイスクリーム骨になるけり牛乳に、まあアイスクリームも乳製品ですからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。